マーズエクスプロレーションローバーとマーズパスファインダーのモックアップマーズローバーとは火星着陸後に火星表面を自動で走行するローバー。日本語では火星探査車とも呼ばれる。ローバーは着陸地点から移動しないランダーに比べいくつかの利点が存在する。例えばより広い範囲を探査できること、興味深い物体に近寄れること、太陽電池による発電を効率よくするために 日当たりの良い場所に移動できることなどである。火星に着陸して運用に成功したローバーは2021年現在6台のみでアメリカによるもの5台と中国によるもの1台である。火星での日没。スピリット撮影2021年5月までに計8台のローバーが火星に送られた。マルス2号及び3号はソ連によって打ち上げられ、共に同一設計のプロップ。 M ローバーを搭載していた。4.5kg の機体はランダーとケーブルで繋がれており、機体下部の左右に取り付けられたスキー板のようなもので移動する予定だった。しかし、マルス2号は地表と激突、3号は着陸から1分と経たずに通信が途絶してしまった。以下のローバーは開発が中止された。以下のローバーは開発中である。スピリットが撮影した。 パノラマ写真、ありがとうございます。